ありに。
私たちチームクリアレッドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。クレレコアイドルミハイキューゆうこさん、はい、私たちチームクレレコはここ札幌市のリンクスを拠点に活動する劇場型アイドル集合体です。はい、この見本市は、写真や、ビデオ撮影が OK となっていますので、ぜひぜひ皆さん私たちのことをたくさん撮って、その写真や動画を、拡散してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たちアイドル集合体ということで派生ユニットがあるんですけども、その派生ユニットのコンセプトを各派生ユニットのリーダーから説明してもらいたいと思います。じゃあまずスノードロップ。はい、私たちスノードロップは、普段の定期公演では今はちょっと閉まっちゃってるんですけど、バンドやダンスとやダンスはもちろん、バンド演奏もできる超元気なハイブリッドアイドルとして活動しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。はい、じゃあ次メルシーココ。はい、私たちメルシーココは一人一人にありがとう、そして皆さんに笑顔癒し、笑顔と癒しをお届けするをコンセプトに活動しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。ピカリンはクレレコ唯一のソロアイドルということで、ボカロやアイドルさんの曲やアニソンなど幅広い曲をカバーさせていただいて、元気さなきゃというのを分けました。よろしくお願いします。イエーイ。はい、今日も一曲ずつにはなるんですけども、派生ユニットのステージを見ていただきたいと思います。じゃあまずはピカリン。はい、はい、ということで、ピカリンの曲、ピカリンの曲じゃない、第1曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。ダンシングハイスクール。Yeah.
ッチです。モカッチです。私たちメルシーココです。よろしくお願いします。それでは早速私たちのファーストシングル聴いてください。ストロベリーチョコレート。Yeah.
Bye.
可愛いって滑ったよ。滑っちゃった。いや、俺の思いが伝わる。ありがとうございます。ありがとうございます。ヘイニー。はい、ということでハセイニットのステージを見ていただきました。ここでハセイニットから告知をしたいと思います。はい、ちっちゃんじゃない、スノードラップ間違いではないからね。はい、私たちスノードラップは、毎週定期公演やらせてもらってるんですけど、はい、次の定期公演が、今週の日曜日の夜7時からとなっています。私たちのドロップはですね、その1回1回の公演で目標を決めて、確実に成長していけるように毎回の公演で頑張ってるので、よかったらぜひぜひスノードロの定期公演に遊びに来てください。今日お見せできなかったバンドなんかもやっちゃうので、ぜひぜひ今週の日曜日はスノードロップに会いに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。はい、次メルシーココ。はい、メルシーココも、ここリンクスで定期公演をやらせていただいているんですが、次の定期公演は、明日の1時からです。その公演は何の公演ですか？いや、ちょっとやっぱりいつもね、自分で言うのちょっと照れくさいんですけども、私寺林もかの生誕公演となっていますので、皆さんぜひぜひ来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。あります。そして、はい、私たちは、タワーレコード札幌ピボ店さんで、ウィークリーライブもやらせていただいています。次のウィークリーライブは4月10日となっていますので、タワーレコード札幌ピボ店さんにも遊びに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。はい、じゃあ次ピカリン。はい、ピカリンもここスタジオリンクスで定期公演やらせていただいてるんですけども、次の公演がですね、来週の金曜日28日になってます。でその公演はですね、ちょっとスペシャルな公演でですね、リクエストがありまして、リクエストというかね、プロデュースがありまして、レイナチーと一緒に公演やりたいと思いますので、皆さんよければ遊びに来てください。はい、そしてもう一つあります。ですね、今ピカリンミッションで T シャツタワーの役が30名様以上で作っていただけるという企画やってまして、そちらの方もね、今予約枚数やっとね半分いきましたので、皆さんよければタオルと T シャツどちらかでもいいので予約していただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、そして私たちハセイニットに所属していないメンバーは、各ハセイニットの公演のオープニングアクトによくこの2人で出演してますので、このハセイニットの公演をいっぱい盛り上げて公演につなげれるように私たちも全力でやってますので、ぜひ公演に入る方はオープニングアクトから見てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。明日全部行くよ。はい、ありがとうございます。ということでクレール会談見本市、次の曲で最後になるんですけども、最後の曲はありがとうございます。最後の曲はみんなで手拍子して盛り上げれる曲になってますので、みんなで最後まで盛り上げていきましょう。やっぱりそれでは聞いてください。青春チャイム。Bye.
1人